コロラド川はアルゼンチン南部を流れる川、ネウケン州とメンドーサ州の境界、リオネグロ州とラパンパ州の境界を流れる。全長は1 1 1 4トル、流域面積は35万平方キロメートルである。源はチリのティンギリリカ火山とほぼ同位度のアンデス山脈東斜面にあり、大まかには大西洋に向かって東南東方向に進む。 途中にカーサデピエドラダムがあり、流域の乾燥地域に電力を供給する役割、川の水位を調整する役割を持っている。ブエノスアイレス州南部のバイアブランカ南約100から 120km に河口があり、波39度30分から50分まで、ウニオン湾にデルタが発達している。川の全長は、 約 1000km であり、そのうち大西洋からピチマウイダ付近までの約 300km は、喫水 2m までの船舶が航行可能である。デサグアデイロ川と呼ばれる支流の源から計測した場合は、全長約 2000km となる。コロラド川は、一般的にグランデ川とバランカス川の合流によって、形成されたとされているが、バランカス川は、 グランデ川に比べて小さな流れに過ぎない。支流のバランカス川が、グランデ川として知られる本流に合流したと、表現する方がより正確であり、合流点より下流をコロラド川と称す。アンデス山無役付近を去った後、コロラド川は不毛で乾燥した領域を流れ、ラッパンパ州から流れてくるデサグアデーロ川以外の、支流を一つも受けない。かつてデサグアデーロ川は、 ウーレラウケンコの流出河川だったが、現在はウーレラウケンコから流出する流れはない。パタゴニアを横断するコロラド川下流の土地は肥沃で、森林があるが、今日点在する小規模な人口以上を支えるには小さすぎる。ありがとうございます。